種類でもいいんですけども、50g をこちらに測っていただいてもよろしいでしょうか。こうやってこう一緒になるんですか。こう。あ、ちょうどですね。どう言ったらいいですか。こう合わせると、そうですね、ちょっと色的にぐちゃっとなっちゃいがちなんですけども、それこそ 25g ずつとかで測ってもらって、半分半分でくっつけたりとかにしたら、もう綺麗に真っ二つ、色の2種類のセットになります。なんか映える色の方がいいですよね。何色がいいですか。なんか黄色とか。黄色、紫ぐらい。綺麗ですかね、どうでしょう。いただいて、あと紙皿に出していただいて、手袋してもらって、あと好きな形に粘土細工みたいにしてもらうっていうのが終了になります。こちらでまた、作る時だけじゃなくても、持って帰ってから使用感だったりとか、そういったとこもきっと宿題としては書きやすいのかなと思いますので、変わっていく。葉は、それこそ市販のものとちょっと比べてもらうとか、なかなか、こちらは弊社のソフトとして僕も使っているもので、
なんですけど、そういったので手洗ったりとか体洗ったりあんまりないと思うので、まあ、やってみたらね、こんな感じでいいんですか。あ、ちょっとお恥ずかしいですか。結構締める、はい、感じです。そしても本当に粉っぽいのが残ると、うん、そうですね、その方がいいですね。どうしても部分的に粉っぽいのが残ったりするね。それこそ、ヤギマルシェであったりとか、付け合わせの方でお子さん向けのイベントとかでも出させてもらってるんですけど、結構硬くなりがちなので、石鹸が。10分ぐらい結構頑張って生まれてる方とかも、はい、おられました。皆さん好きな形するのすごい楽しそうで、うん、いいかなと思った。なんか気持ちいい。結構するんとなるまで時間かかりますよね。そうですよね。ずっと私なんかマルシェの間中に使われました石鹸。うん、いい感じですね。あ、そうですか。ありがとうございます。消費期限ですか。化粧石鹸としては3年っていう規約みたいなものがありまして、そこであるんですけども、この雑貨が、この形にすると雑貨石鹸っていう形式になりまして、使用期限はあまり考えてなかったですね。まあでも重量とかもそんなにないので、さっと使っていただくのが一番かなと思います。すいません、こんなことで。それをまとめて、あ、そうですね、まとめしていただいたら、うん、そうですね。本当にあれだったら手袋していただいてどうしましょうかね。あ、ちょっとすみません、失礼します。ここでも最終ギュッと固めてもらって。これとくっつけて円にしたいなっていう。いいと思います。リクエストありますか？リクエスト。クマ？難しい。クマ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 と猫かもしれない。下のご利用者は星とかめっちゃ可愛いですね。好きとか好きな感じで作りやすい。こうやって一個一個
で星星1個ずつ作ってもいいんですか？でもいいですし、くっつけて1つにしていただいてもいいですし、星作ってみようか。その時々作ってる設計によって花材とかも変わってくるっていう感じでもあるし、珍しいやつとかも出たりとかもあるので。いいじゃん。よくいいですよね。ですよね。人気の顔とかですか？これと、これを混ぜる。
そこめっちゃいい感じ。